にご撮影とかしていただいて結構でございます。まもなく始まりますが、撮影をされる方は準備をお願いいたします。では2回目のプロジェクションマッピング法要を行います。
以上でプロジェクションマッピング法要煩悩供養編は終了でございます。先ほどもご案内いたしましたように、この後、特別にご本尊阿弥陀如来